外国人の部屋ってどう？うん、やっぱめっちゃやばい、とにかく俺はとっとと帰化をしたいわけ、そもそも、うん、こういったクソみたいな問題に巻き込まれたくないから、うん、金を倍額払うというところで、うん、なんか決着金で物を言わせるっていうことにしてるけども、結局は世間は金か。実は最近なんか話題になってるツイートがあって、うん、これが理由で外国人が借りれにくいと思うんだよね、うん、これ見たら絶対もう自分たちも反省する、もう絶対の絶対に外国人には貸さない。これ何、これ何、あのえスカトロマニアック、違う違う違う、スカトロでこんなことにはならない。いや、なんかすっげえうんこみたいやん、こんなん。入居者も罪の意識があったのか、ゴキちゃんの生きのには止めてくれましたが、これがなければ生きたゴキブリと。え、これ全部ゴキブリってこと？いや、違うでしょ、よく見て。何これ、カビとかそういうものなんじゃないの？汚すぎて、もう何がどうなってるかわかんない。あとなんかこういうツイートもあるね、これも何千リツイートもされてるけど、外国人前部屋を借りづらいってなぜ考えないのかな、差別ではないの、無断でまた貸ししたり荷物を置いたままとんずらしたり部屋をすごく汚したり大騒ぎしたり理由があるんですよ、誰だって損するならかしたくない、ルールを守らないのに差別って言葉を使って文句を言うのは筋違い。これがもう何千リツイート、これ さなんか全員がって書いてるけど、うん、日本の方も絶対に入ってそにとんずらかる人もいるし汚くする人もいるし、外国人ももちろんめっちゃ悪く、まあ、悪い人で例えば本当に汚くしたりっていうのもするから、この人綺麗好きなのか何なのかっていうのあんまり分かんなくない？なんかやっぱ割合なんじゃない、やっぱり外国人の方がその可能性が高いとかなんじゃないかな。日本人が100人に1人のところを外国人は10人に1人そうの可能性があるとかなんかな。そう、あとなんか日本人だったら日本にいるからそういう風にしても追っかけられるじゃん、うん、だけど外国人だったらもう国出ちゃったらもう無理っていうか、そういう連絡もだからそこをなんか分けてとかしないと、例えばその学生のためには学生のための、うん、例えば住居を提供するっていうのもあるし、あとは例えば日本で永住者だったりとかっていうのも含めて部屋を貸してくれなかったりするやん、自分だってもう永住権持ってるのに、うんうんうん、そのいくら貸してくださいって言ったところで日本の国籍じゃないと無理ですみたいな、もうはっきり言われたことあるから、うんうん、その国籍違うだけでそんなに貸さないって変わるの？え、でもどうなん、実際、うん、いっぱい外国の方と関わってるけど、うんうん、外国人の部屋ってどう、うん、やっぱめっちゃやばい、めっちゃそれ全員じゃないでしょ。でも基本的にみんな、なんだろう、日本みたいにルールに縛られてないっていうか、そういう感覚がないから、入った瞬間にもう、なんだろう、靴のまま、あとゴミもまずちゃんと捨てれない人も多いのかな、ゴミ、そうそう、分けてゴミ捨て場に。それはでも日本人も多いよな。でもそれをなんかちゃんと捨てれてないですよっていうのを説明するのも手間じゃん、あ、外国人の人に持っちゃう人が多いからって。それが差別なんじゃないの？だから全部一括りにしてパーセントが多かったとしても、うん、それをそうである可能性が高いだろうというふうにその人のことを決めつけることは偏見なんじゃないかってことでしょ、うん、で偏見というのは差別なのではないかっていうのが多分アレちゃんの考え方で、うん、であなたの考え方はどちらかというと解説してくれ、もうね下手くそだから私が解説したあなたの考え方はどちらかというと、部屋というのは個人の資産であるわけよ、大家さんが持ってるものにあるから、その資産を誰かに物を貸すっていうのはその大家さんの権利であって、それを差別だと言って押し突っ込んでしまうっていうのはおかしいんじゃないかって、それを差別だっていうのはそれはダメだよっていうことが言いたいんだと思う。何かそれ以上に付け加えることあるかしら。いやーなんか、いやでもなんかなんて言ったらいいんだろう、ってことはじゃあ外見で決められるってことなの？そうなってしまう。じゃあもう日本でずっと育って、もう生まれた人、帰化したらいいやんってなるじゃん。顔だけが帰化すれば大丈夫だみたいな感じ。そうだと思う、帰化をしてたら大丈夫、そこまでの覚悟があるんだという多分判断になるのかなと思う。あとはなんかちゃんと証明すれば絶対そういう差別ってないのかなと思う。証明ってどうやってする？例えばこんだけ稼いでますとか、こういう風に日本に何年もいて大丈夫です、お金もこんくらいあるからみたいな。今回口座まで見せたし、特ダネのギャラも全部見せたわ。そうだね。そしたら敷金礼金1ヶ月プラスでお願いします。あ、あかんやんめっちゃ稼いでるわ稼いでるからもう2倍に払えるねめっちゃ良くないやん、それ見せた意味がなくね。ブラちゃんはどう思ってんの？
私はなんかこういう時はみんなに話をさせてボロを出させて最後の最後に誘うっていうタイプなんだけど、今誘おうとしてるとこね。いや、なんだろう、偏見というものをどこまでを偏見として、どこからが偏見じゃないもの、うん、区別的なものとするか問題ってすごい難しくて、うん、まあ確かに外国人は文化の違いもあって、うん、それで部屋を汚くする割合は多いと思います、うんうん、それがもしかしたら日本人が100人に1人のところ、外国人は10人に1人、うん、まあ言ったら10倍の割合で多いかもしれません、うんうん、残りの9人はすごく丁寧に使って、うん、でこの9人の人たちもみんなひとまとめにして、この1名のために犠牲になるっていうのをどこまで OK とすんのって思うの、うん、じゃあ例えばよ、極端な話をするからこれを言ったら、またそれはまた差別がどうのこうの、差別が根底にあるって言われると思うんだけども、うん、じゃあアメリカで黒人の方の方が犯罪率って高いんだよね、もともと差別からあった貧困層が黒人の方が多いっていうところにもあるんやけども、うん、現状としても黒人の方が犯罪率が高いから、うん、私は黒人には部屋を貸しません、これは差別になるのならないの、白人だけに私は部屋を貸します、これはどう思う、差別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 、それはなんで差別なの、黒人はダメって言ってるから、でもそれは日本もやってるっていうのは分かるけど、なんかその一つの属性に入っている人たちの方が何かをやらかす割合が高いから、うん、その人たちは申し訳ないけどもみんなで集団を、うん、で責任を持って我慢をしなさいっていうことが、もしもそれは大丈夫、それが OK だとするのであれば、俺黒人に部屋を貸さないって言い張ることも同じように属性に属している人をまとめて判断してしまっているという点、するという点においては俺全く何も違うことはないと思う。なんで黒人がダメとか、じゃあアジア人がダメとか白人がダメっていう風にやるとダメなのに、何人は、何か外国人はダメ、この外国人という属性にするのであれば OK になるのかなって、俺それと同じで思うのが、いつもあの男性割引、女性割引、女性だけ割引しますとか、でそれっていつもビジネスの概念において、女性の方がなんか友達を連れてくるから女性に割引をした方が結果的に儲かるから、だから女性だけを割引にするよって、じゃあ例えば白人の方が連れてくる割合がこの地域ではたまたま多かったら、この地域では白人割引をするのが OK なのかっていうと、それは差別になるわけだよね。白人と黒人とか人種で分けることだけを差別とみなして、他の性別だったりその他のことは差別ではないというふうな判断ができるのかしらっていうことをすごく自分は思うわけ。うん、どうですか？そうだね、めっちゃ難しいね、そんなこと言われちゃった。いや、だからね、とはいえ大家さんの権利をじゃあそれで迫害するのかって言われたら、俺はそれもまた違うなと思うし、俺はいつでも帰化したいわけ、俺はとっとと帰化をしたいわけ、そもそもこういったクソみたいな問題に巻き込まれたくないから、で帰化したいんだけど今できない理由は、なんかコロナで来るなって言われてんの、コロナだから今忙しいからそんなくだらない申請をしてくんじゃないと、それに加えて、まあ今まではそんな問題はあんまり抱えたこともなかったし、なんか永住権があって、でロシアに帰るのにまたビザ取らんとあかんくなるってなったら大変やから、まあ、まあこのままでいいわ、別に選挙行けへんけどって感じでそのままにしてたけど、俺は今はとっとと帰化したい、でも外国人に部屋を貸さないことが差別なのか差別じゃないのかっていうことに関して、差別だともはっきりとは言えないんだけども、だからこれって結構俺は思ったよりも難しい問題やと思うから、ただこれなんか一人一人の感想だけにしか過ぎないみたいな感じには、ね、私は思う、私は思わない、じゃあなんでそれを思わないのかっていうのがあんまり説明が書かれたりする、だって俺じゃあ外国人としてくくられます、で私はその外国人としての印象を良くするために、じゃあなんかどこぞやのインド人の家に行って、すみません、あんまりカレーを食べ過ぎないでください、部屋に匂いがつきますなんてことを言いに行くわけにもいかへんやん、そんな、だから今はおとなしく私は家賃を倍額払うというところで、なんか決着、金で物を言わせるっていうことにしてるけども、結局は世間は金か、そうだよ、そう、結局、まあでもみんなの意見もちょっと聞いてみたいなと思う、なんかこれってどんな考え方があるかって、いっぱいいろんな考え方があると思う、あれはまたくだらないことは書かないでね、あの外国でも基本そうだとか、どこどこの国でも、そう、外国人の方が部屋が借りにくいのは当たり前だみたいな、まあ今は外国もとりあえずここの話をしてるからね、そうそうそう、共通に言いたいのは、ちょっと部屋きれいに使えよ全員、今周り部屋見て汚ねえなゴキブリがいるような部屋になってるやつは片付けなさい、この後すぐに、ましてや外国人やったらなんかお願いします。まあ
いろんなね、なんか外国人 VS 日本人シリーズってある。今結構これやっぱツイートで、ツイッターで話題になってて、うん、日本人対外国人みたいな構図になってるんやけど、うん、まあここに関してちょっといろいろ話していくっていうのは俺結構意外と大事なことかなと思ってて、うん、なかなかみんな踏み込みづらかったりとか、うん、日本の人も外国人に遠慮して言いたくても言われへんみたいな、言いにくかったりとかっていうのもあるから、ね、外国人も言いづらいっていうのもあるから、うん、まあよかったらちょっとこちらのメールアドレスの方ね用意しときますので、なんか外国人に物申したいこととか、あとは日本人に物申したい、私は外国人だけどこういうことを物申したいって匿名でいいです。ぜひお便りをください。ここで解説していきたいと思います。まあちょっと話し合ってみたいなと思う。 そうね、それについて、まあだから今回に関しては結論出ずでした。初回から結論はねあえて出さないのも大事かもしれない。ではみんなちょっと考えてみてください。何が差別で何が差別じゃないのか。以上、現場からお送りいたしました。あれちゃんはいつもの現場からお送りいたしましたっていうのを忘れました。今忘れてないよ。忘れてました。私が現場からと言ってしまいました。お送りいたしまんこやめろ。やめへんで。